そこでボルト、ミツキ、お前たち二人には囚人としてホオズキ城に潜入し、手続きが完了するまでの間、コクリを守ってほしい。私だけ仲間外れってわけですね。お前にも重要な役目があるってばよ。取材申請したサラダです。天狼の術は水をかぶると消えるって本当ですか？カトンだしな。だがちょっとの水くらいじゃ溶けねえ。上司は同じ家系の人が務める伝統でしたよね。ああ、天狼を使う一族だ。おや、サラダさん、取材は順調かな？はい、おかげさまで。やっていそうかな？今のところ大丈夫だと思います。私も上司という立場がある。すまない。はぁ、バカ、どうなっても知らねえぞ。こっちは休憩中なんだぞ。あんたコクリだな、無事な強盗団の。封筒の色は？そんなのいちいち覚えてるかよ。いや、青だ、青、青い封筒。今夜は半月、陰と陽が半々。こりゃ月がある証拠だ。ナイフを使うのか？やるなら深く確実にな。もう行くのかい？熱も下がったし、あんまり長居すると怪しまれるし。あ、こら！何事だ？男に襲われたらしいんだ。探せ、早く。あ、ああ。